フランスワーズ・デュールは、フランスの元女子テニス選手。旧フランス領アルジェリアの首都、アルジェに生まれる。1967年の全仏選手権で、女子シングルス、ダブルスともに優勝を飾った。シングルス自己最高ランキングは3位。現役生活で、シングルス26勝、ダブルス42勝を挙げた。2003年国際テニス伝堂入り、デュールの活躍した時期は、 テニス界における最大の転換期、オープン化措置をまたぐ頃だった。1963年に女子テニスの国別対抗戦、フェデレーションカップが創設されたが、デュールはその第1回大会からフランスチームの代表選手となった。1965年からデュールは公式戦のシングルスで優勝回数を伸ばし、 ついに1967年の全仏選手権で地元フランスの女子選手としてシングルスダブルスの両部門で優勝を飾った。シングルスの決勝ではレスリー・ターナーを4から6、6から3、6から4の逆転で破りダブルスも制覇して単覆2冠を達成した。その後2000年にマリー・ピエルスが優勝するまで同大会の女子シングルス部門で フランス人の優勝者は33年間現れなかった。デュールは4大大会の女子ダブルスでは、1967年、全仏選手権の他にも11大会で優勝を飾っている。1975年のウィンブルドン女子ダブルス決勝で、沢松和子とアン・キヨシ村のペアに5から7、6から1、5から7で敗れた相手は、他ならぬデュールとベキストーブの組であった。 現役引退後のデュールは数々の名誉職につき、1988年に女子テニス協会名誉会員に選出され、1993年にはフランステニス連盟で最初の女子テニス監督に就任した。2003年に国際テニス伝道入りを果たしている。デュールはまた女子ツアーの転戦の際に愛犬を同伴した最初の女子選手としても知られる。その犬は トップスピンという名前で呼ばれ、リュールのテニスラケットをコートまで運び、当時のテニスファンの人気者だったという、ありがとうございます。